高橋昌兵は、加賀藩御三業者。昌兵は、通称で、意味名は左前。東京帝国大学以下大学初段薬理学教授、高橋淳太郎の父。加賀藩士、高橋帝介の着難として生まれる。1845年4月加賀藩御三業場に雇われて、以来、幕末異国戦の脅威から、解剖の必然性により、 藩の御参用者軍艦方として、加賀藩梅鉢艦隊の購入に携わる。長州勢抜の際、加賀藩の艦船、八期丸に乗船、関州浜田に、関米を裁き、京都加賀藩邸詰め所に在京。第二次長州勢抜の際、梅鉢艦隊の指揮官大将将組頭、岡田スケーモンの配下に加わり、広島、京都並びに、大阪において、 所持御用御人払いの御用を務め、1866年2月、金沢に帰着。グラバー紹介沿線購入層、表衛慶応4年在先時1866年8月、香港にて、機関修理を行っていた加賀藩、軍艦発起丸回収に携わり、1867年2月、長崎のグラバー紹介へ。 八期丸開港及び艦船購入のご内容の、命を受け、李百里丸に乗船、長崎に派遣される。同年、五月英人ガラバより、英船上裸ダりア号を、用議員一万枚にて、購入、十月にコスボーイ号などの購入に携わった。慶応四年正月、王政復古、賭場、伏見の戦いで、幕府軍が敗れたとの法が長崎にもたらされた。 それを知った長崎奉行、河津伊豆守助国は、新編の品を校内に停泊中のイギリス船に運び、ついで主営の村押し継ぎという者一人を伴って、西役所から出て、イギリス船に乗り込んだ。その時彼は、洋服に靴を履き、ピストルをズボンに隠し持っていたという、慶応4年1月14日夜11時頃の、ことであった。そして、翌十五日早朝、 その船で、長崎を脱出。河津伊豆守は脱出の際に工事を、福岡藩の危機役、阿波田三次に託しており、それを受けて、阿波田は、長崎地域人の薬師寺旧左衛門、岡田吉太夫、元木正造、小野恵夫ミラと協議。新政府は、土佐藩の佐々木隆行に命じ、在先の海援大使が、長崎に支部業を接収、当時長崎にいた。 各藩士と共に、新政府より沙汰があるか責任者が派遣されるまでは、これまで通りに所持を取り図ると申し合わせた。これにより、薩摩藩、長州藩、土佐藩、広島藩、大村藩、宇和島藩、津島藩、加賀藩、柳川藩、越前藩、日後熊本藩、福岡藩、平戸藩、五島,島藩、島原藩、小倉藩の十六藩の合議による、 協議体が発足。この協議体は、連盟の制約書を作っており、その連盟者の中には、土佐の佐々木隆之や佐賀の大隈重信、薩摩の松方正義、加賀の高橋昌平の名もある。長崎奉行所に主役所は、長崎会議所と称され、1868年2月15日に、沢信義が、九州陳部総督県外務事務総督に、 就任するまで、長崎の政務を取ることになった。小兵は会議所の配下、政治裁判係を務める。また、治安維持には、各藩兵や長崎武行が結成したブリエン隊が、当たることとなった。1868年2月、佐信義九州陳部総督着任後、北越戦争増援に輸送のため、李百里丸に、乗船、官軍係任務を務めた。 この加賀藩艦船の軍事輸送は、加賀藩主命令ではなく、新政府側の要求としての任務であった。1869年4月、理財局一等商事小属会計係の任命後、1871年7月廃藩地検が、なされ、旧藩知事、前田義康の状況に伴い、東京府神田山本町に家族と住居を移す。 その後、第十五国立銀行の重役、金沢第十二国立銀行の副頭取を務める。1890年8月21日没、去年64。墓所は、東京都豊島区の雑司ヶ谷霊園。山部旧右衛門彦太夫東西門沖江門、左聖左平、山部亭介。高橋作衛門小平作左衛門拓江門、田四郎、衛門。 小兵衛。淳太郎。家門の娘、乙三郎。諏訪孫左衛門館七文平所在門。諏訪文平。直次郎。文平の娘常。山関平武平景門重造。重造の娘よそ。石田聖治。石橋高造。高橋良造。石橋鈴隆。小坂五郎兵衛。伝兵衛達五郎衛衛。ます兵衛。 小坂静、石橋良平と目。石橋、二郎花山。石橋またろ石橋はじめ。ありがとうございます。